今日午後、宮城野区で工場を焼く火事がありました。けが人はいませんでしたが、爆発音と大量の煙で周囲は一時騒然となりました。空に向かって立ち上る黒煙、煙は隣接する道路まで広がり、走っている車を飲み込む勢いです。仙台市宮城野区上空です。爆発火災を起こした工場でまだ消火活動が行われています。消防によりますと、今日午後1時ごろ、宮城野区中野の工場で何かが燃えている、爆発音がしたと付近の人から消防に通報がありました。消防でポンプ車など12台で消火にあたり、火は1時間後に消し止められましたが、トラックや重機の整備工場が焼けました。けがをした人はいませんでした。この火事の影響で、付近を走る国道45号が通行止めになったほか、JR 仙石線が運転を見合わせ、乗客800人に影響が出ました。